はいどうも、つっちーです。今回は強烈に食いつきが上がる LINE テクニックっていうのを話していきたいと思います。皆さん LINE の返信で悩んだり、なんて送れば食いつきが上がるんだろうって思ったことはありませんか？気になる女の子に送る LINE って結構悩みますよね。ただ、ここで衝撃の真実を一つ言っておきたいんですけど、LINE で口説こうとしてる時点であなたはモテません。え、LINE でどう口説くかで落とせるかどうか決まるから。え、恋愛において LINE の返信は大事でしょう。と思いましたが、はっきり言ってそれは間違いです。LINE で口説くっていうのは恋愛において逆効果です。例えば、好きとか付き合ってほしいなどのアプローチの言葉LINE のテキストで送られても全く熱意が伝わりませんし、お互いの表情、その場の雰囲気もわからないので、女の子も困惑し気持ちも冷めてしまいます。なので LINE で口説くのは絶対にやめた方がいいです。じゃあなんて LINE すればいいんだよって思いますよね。安心してください。今日の動画を見ていただければ、今後 LINE で何を返信するか迷うことはなくなり、あなたが送る LINE で女の子の食いつきが上がることは間違いないでしょう。今の時代、スマホの普及やコロナの影響でチャット中心で人と繋がれるようになり、恋愛でもねオンラインのコミュニケーションが主流となりました。今ではアプリで出会うなんて常識になりつつあります。そんな時代なのでLINEでの恋愛コミュニケーションは超重要です。 LINE の返信だけで相手を完全に口説き落とするってことはほぼありませんが、 LINE の返信で女の子に損切りされるってことはめちゃくちゃあります。知らず知らずのうちに、たかが LINE の返信で女の子と出会うチャンス、付き合うチャンスを潰してしまっている方も多いです。もしあなたが間違った恋愛の知識を持ち、キモい LINE をしてしまっているなら、まずデートすることすらできないです。なので今回はね、 LINE で食いつきを上げて女の子にモテたい、女の子から LINE が来るような追われる男になりたい、そう思っているなら、今回もかなり貴重な話をすることになります。今日紹介するテクニックは、恋愛においての正しい LINE の知識と強烈に相手の脳に印象を残し食いつきが上がるモテる LINE テクっていうのをランキング形式で3つ紹介していきます。その中にはたった一言で強烈に食いつきが上がるテクニックもあるので、ぜひ最後まで見逃さないようにお願いします。今回の動画はかなり貴重な内容になっています。ぜひ最後まで見ていってください。ではいってらっしゃい。まず皆さん、自分の LINE のアイコンってどんなアイコンにしますか？もしあなたがアニメのアイコンや自撮りのアイコンやよくわからない風景のアイコンなら今すぐやめてください。アイコンは女の子と LINE を交換した際に一番に出てくるものなので、ここでダサい自撮りや変なアニメのアイコンだと普通に惹かれてしまいます。理想は友達から撮ってもらったおしゃれな場所での自然な笑顔の写真や自分が趣味に励んでる時の写真などがいいでしょう。例えばこんな感じです。アイコンは自分がメッセージするたびに見られるものなので、自分の顔同然なのでちゃんとしたものを選ぶようにしましょう。ということで、強烈に食いつきが上がる LINE テクニック第3位、既読無視です。既読無視といってもただの既読無視ではありません。強烈に相手が自分のことを気になるような既読無視である仕掛けをします。普通に気になる相手に既読無視されたらすごい気になるし傷つきますよ。僕もめちゃめちゃ傷ついてました。好きな女の子に既読無視されたら、何かしたかな、俺に興味ないのかなと考えて眠れなくなったりした経験は誰もがあるでしょう。これを相手に仕掛けるんです。相手に自分のことを考えさせて眠れなくさせるんです。どうやってやるのかというと、まずいい感じの女の子と普通に LINE をしてきます。そこの話題は何でもいいんです。例の眠れなくさせる LINE まではテンポよく LINE をしてきます。そして夜寝る前の10時から12時の間に仕掛けます。なんて送るかというと、てか話したいことあるんだけど、これです。他にもそういえば伝えたいことあるんだけど、てか言わなきゃいけないことあるんだけど、などですね。すると相手は大体何と返事が来るでしょう。そしたらそのまま既読無視か未読無視して寝ます。すると相手は何なんだろう、告白かな、それともなんか悪い報告かなと一晩中そのことを気にしながら寝ることになります。これによって相手は嫌でも返信が来るまであなたのことを強烈に考えるようになり、単純接触効果と最軽肉効果という心理効果が働きます。単純接触効果というのは、人は接触回数が多いものに自然と恋を寄せてしまうという現象です。 CM などの歌をねつい口ずさんでしまうこととかあると思うんですけど、それはこの効果です。 LINE の返信を気にならせることで相手の頭の中で自分への接触回数を増やすんです。そして最軽肉効果というのは、人は中途半端に知らないことや中途半端になってる作業があると強烈に頭に残るようになってるという効果のことです。漫画やアニメなどは読めば読むほど結末が気になり、最終話までどんどん続きが見たくなりますよね。これがサイガレニック効果といって、恋愛でもこの効果をめちゃくちゃ使うことができます。つまり自分のことをどんどん知りたくなるように、物事を中途半端に終わらすように仕向けるんです。こんな感じで LINE を送ったら、起きたら何事もなかったようにおはようと送りましょう。それで昨日の LINE は何だったのと LINE が来たら、あ、今度会った時に話すわと送りましょう。すると次はあなたに会う時までそのことを考えることになり、さらにサイガレニック効果が働きます。これすごいでしょ。それで実際に会った時に、あの LINE 何だったのって聞かれたら、あーなんだっけ、何言おうとしたか忘れちゃったととぼけるか、あー俺実は B 型なんだけど〇〇ちゃんって何型などと言って適当にごまかしましょう。この一連の行動をすることで、単純接触効果、サイガルニック効果両方が働き、確実に相手の食いつきが上がります。ただあくまでもこれが使えるのは、少しでもあなたに食いつきがある場合ですね。食いつきがない場合は普通に無視されるかうざがられて終わります。食いつきがあることが大前提なので気をつけましょう。はい、ということで第2位、適当に返信を返す。おいおい、適当に返し
して大丈夫かよって思いました。これは意図的に戦略的に適当に返すんです。基本的にモテる男の LINE っていうのは適当です。考えてみてほしいんですが、モテる男が LINE の返信を何送ろうかいちいち悩んでたり、即レスだったり、追い LINE したり、長文 LINE を送ったりすると思いますか？答えはノーです。モテる男は他のことで忙しいし、いろんな女の子から LINE が来るので、女の子との LINE はめんどくさいからです。とは言っても、実際に俺モテてないからなと思うかもしれませんが、たとえ今あなたがモテてなかったとしても、モテる男を演じてください。女の子の前では常に自信があって余裕があるモテる男を演じなければいけません。例えば今日何してたのという LINE が来たとします。そしたら普通は、あ、今日は朝から仕事してて、その後友達飲みに行ってそのまま寝たよと真剣にまともに返すでしょう。それではなく、寝てたよとか、一日中筋トレしてたよとか、図書館行こうと思って準備したら一日終わってた。こんな感じでとにかく適当に返します。適当に返すことで相手が何を考えているか、実際に本当は何をしているのかがわからないので、常に女の子の頭にはハテナが浮かぶんです。これが効果的なんです。先ほど話したサイガルニック効果が働きます。ポイントは、相手の頭の中に自分への謎を残すのがポイントです。最初の段階では相手に自分のことを知られすぎてはいけません。関係を深めていく中で徐々に自分の情報を小出しに出していく感じですね。気持ちの方は LINE に限らずデートでも自分のことをペラペラ話してしまいがちですが、これは NG です。例えば漫画とかでも最初から結末をしていたら読む気になりませんよね。ルフィは結局最後海賊王になるっていうのを知っていたら、あまり読む気にならなくないですか？結局最後どうなるかまだわからないから、その途中のストーリーが気になるわけじゃないですか。アニメや漫画のように続きが気になるようにしなければいけません。アニメや漫画の話の終盤では物語を必ず未完成で終わらせ、続きが気になるように次回も視聴者に見てもらえるような工夫がされています。それと一緒で、自分という存在を全て知られるのではなく、常にこの男まだなんかあんじゃねえか、もっと知りたいなと思わせなければいけません。それがモテる男は絶妙にうまいです。なので最初の段階から自分の情報はペラペラ話さず、適当というのを意識しましょう。これを意識して LINE のやり取り、デートの会話をするようにしてください。ということでお待たせしました、第1位です。1位の前にお知らせです。僕の公式 LINE では、童貞や恋愛にブランクがある方でも、全くの恋愛初心者から3ヶ月以内に確実に彼女を作る方法を解説した限定動画5本を無料でプレゼントしています。女性との出会いがなくて困っている、女性心理が分からなく何をしても空回りしてしまう、彼女が欲しいけど何から始めていいか分からないなどと悩んでいて、短期間で女性なりをして彼女を作り、女性やセックスに困らない人生を手に入れたいのであれば、ぜひこの下の概要欄の方から公式 LINE を追加して登録しておいてください。特定の限定動画を見て学び実践してくれば、童貞などの恋愛スキルゼロの男性でも3ヶ月以内に確実に彼女を作れるようになりますので、特典が欲しいという方は消えてしまう前に受け取っておいてください。そしてこの他にもこのチャンネルでは、恋愛に悩む男性のためになる動画っていうのをできるだけ分かりやすく解説してきます。だからそういった動画を今後も見逃してないよって方は、今のうちにチャンネル登録とその隣のベルマークのクリックもよろしくお願いします。では第1位の発表です。第1位は、相手に LINE を送らせる。これは関係がある程度深まってる状態の時にかなり有効で、あなたに強烈に依存するような状態になるでしょう。ここで重要なのは、あなたの言うことを聞いて女の子が LINE を送ったという事実です。例えばデートが終わったら必ず家着いたら LINE してと言ってあっちから LINE を送らせたり、毎朝起きたらおはようって LINE してと言って常に相手から LINE が来るような状態にします。それにはしっかり返信して、この一連のやり取りを2人だけの習慣としてルーティン化させます。習慣化することで単純接触効果が働き、相手があなたのことを考えてる時間も長くなりますし、相手から LINE させることによって自然と女の子があなたを追っていて、あなたが追われているような構造を作ることができます。相手があなたの言うことを聞いてる状態なので、立場的にもあなたが優位に立つことができます。このような小さなことですが、あなたの言うこと、あなたの要求を飲ませるというのは超大切です。実は女の子が求めている男性像って、昭和のお父さんのような亭主関白で家庭の長として堂々と威張ってるような男です。昭和の家庭を舞台にしたドラマでは、夫が妻に散歩後ろを歩かせたり、夫の帰宅時間に玄関で待たせてご飯を作らせてるというシーンがよく見られますよね。女の子は実はこういう男が大好きでハマりがちです。女の子っていうのは好きな人のためなら何でもする尽くしたい生き物ですし、基本的に根はド M でいい子です。たまにね、気が強くて性格きついなって女の子もいるかもしれないですが、そういう子も結局好きな人の前ではド M ですし、デレデレです。そういう生き物なんです。まあさっき話した昭和のお父さんは正直やりすぎかと思いますが、あのような堂々としたリーダー的な男性はモテます。そして LINE の話に戻りますが、一連のやり取りを習慣化させたら、ある日突然その習慣を壊して返信しないでおいてください。すると女の子は毎朝 LINE のやり取りをするのが日課だったのに、いきなり返信が来なくなるとかなり困惑しパニックになり、どうしたんだろう、何かあったのかなと、あなたのことを考えずにはいられなくなり、完全に感情も揺さぶられ、単純接触効果も働きます。この一連の流れをすることで女の子は、なんでこんなに感情を揺さぶられて丸々くんのことを考えてるんだろう、あ、好きだからこんなに考えているのかと辻褄を合わせるようになり、あなたのことを好きになります。
好きだからあなたのことを考えるのではなく、あなたのことを考えるからあなたのことを好きになるんです。これを覚えておいてください。つまり相手に自分のことをつい考えがちにさせたら勝ちです。習慣を壊した後は何事もなかったかのように時間を空けて LINE をして、また習慣を続けてください。習慣はおはようの LINE でも何でもいいです。2人だけの習慣を作り、ある日それを突然破る。こうするとかなり食いつきが上がります。まあここで注意してほしいのは、このようなことをやりすぎるとシンプルに切られたり、女の子はあなたに依存しすぎて壊れてしまう可能性もあるので、くれぐれもほどほどにしておいてください。ということでどうだったでしょうか。今日は LINE の正しい知識、テクニックのお話でした。かなり効果が期待できる有料級なテクニックだと思います。ですがここで注意していただきたいのは、あくまで今日紹介したのはテクニックだということです。 LINE をいくら頑張っても女の子に困らなくなるってことは絶対にありません。今の時代、直接口説かず LINE で何とか仲良くしようとする男性がほとんどです。確かに直接言うより LINE のテキストの方が言いたいことを言えるし、直接対面で言って断られるより傷つかないっていうのは分かります。僕も昔はそうでした。ただそれはね、全くもって男らしくないと思います。だからその断られる恐怖に負けず、女性を口説ける男性は価値のある男性だと僕は思いますし、最終的に女性もそういう男性に惹かれるでしょう。リアルで勝負し、学び、行動するしか道はありません。一緒にね、これからも頑張りましょう。ということで今回も最後まで動画見ていただきありがとうございました。もしこの動画が少しでもためになったと思ってくれた方は、コメント欄に感想やいいねをよろしくお願いします。僕が話したことをコメント欄にアウトプットするだけで記憶に定着します。僕の動画を見たら必ずコメント欄にアウトプットするようにしてください。僕も必ず返信させていただきます。次回も役に立つ恋愛スキルを配信してきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ではさようなら。